こんにちは、ブレードランナーです。お久しぶりです。皆さん、本当にね、私長いことバイク乗ってなかったんですけどね、1ヶ月半ぐらい乗ってなかったかもわかりませんね。そして今日はですね、スーパールインドの崩れてたところがあって、そこをちょっと走ってみようかなと。今日はもう昼を過ぎてますので、ここがね、スーパーリンドウ起点ですね。スーパーリンドウ全線が開通になってるんで、近いうちに全線走りたいと思うんですけど、今日はこのスーパーリンドウ起点側から雲荘トンネルまでの間のですね、崩れたところをね、走ってみたいなと思っています。ということで、よろしくお願いします。この勝浦の奥にもですね、鮎を釣る人がね、たくさん来てますね。冷たい水と鮎漁っていうのはね、楽しそうだな。俺でもこっち入ってきたらやっぱりね、気温がものすごい涼しいね、これ。まあ、こうバイクで走りよろなんだら、そんな涼しいもないんだろうか。いや、でもこの辺まで入ってきたら涼しいような気がするな、これ。すごい綺麗な。殿河内渓谷に入ってきました。やっぱり風が涼しいな。まあ当たり前っちゃ当たり前なんですけど、今んとこも降りていけるな。水がきれいね。登録お願いします。ほんのちょっとあるダートのところへやってきました。ということは、このね、橋のところですね。やっぱり夏になってきたら葉っぱがすごいな。これ左側が割谷線ですね。林道割谷線。そして、これ右がスーパー林道ですけど、これはだいぶ上がってきましたね。やってきました朝日丸峠。だいぶね、霧が出てるので向こうが見えませんね。ちょっと残念ですが、まあまあ、それでもね、こう工事区間が解除になったんで、ちょっと休憩してそれから出発したいと思います。それでは、朝日丸峠からオフを行きたいと思います。ジョイー、山の深かった。やっぱこういうちょっとしたとこ走るんでも、やっぱ重いバイクと、まあこのバイクも140ありますから、そんなね、オフロードバイクとしては軽い方じゃないですけど、まあそれでもね、だいぶでかいバイクと比べるとね、やっぱこういうとこ走るのは走りやすいですよね。ちょっとでも軽いっていうのは楽ですね。
気楽に走れるかな。なんか久しぶりにこういうオフを走ると楽しいですな。それでも気ぃつけなんだ、パンクするけんな。やっぱ走るルートは何でもかんでもガンガンちゅうわけにはいかんわな。この広場も休憩したりするならもう持ってこいの場所やけどな。夏は本当に、夏というか暑い時はほんまちょっとでもこう涼しいところがいいですね。全然暑くないもんね。これはどこ行くか。やっぱこの右の旗だろうな。こういうとこでしょうね。こういうとこ走る分にはこう真夏でも涼しいんちゃうんかな。あー気持ちいい。そして一体どこが崩れていたのかということを、これを降りていくとこみたいなんやけどね、こう下り坂でその工事してたみたいなんやけどね。こんなとこじゃないな、これもうちょっと下なんやろうな。気持ちいいな、本当に最高です。皆さんもこういうに全線開通した時に、まあ今日は全線行かないんですけど、やっぱり全線開通した時に行かなんだらね、この何年か前に全線した開通した時も1週間だったもんな。でちょうど台風が来てね、2箇所ぐらい崩れたんかな。で結局今年まであっち崩れたりこっち崩れたりして、結局そのなんていうんかな、ここえらい勢いですよ。あんまりね、全線走るってことができなかったんですけど、どこが崩れとったんだろうか。あれもうそろそろ、しかしそういう崩れてたところが来ても良さそうなんだが、あれね、およよよよよ、あららららら、これって、おなかなか下がすごいですよ。ああここか。ははー、なるほど。これが崩れてたわけか。ここがね、へえ、なるほど。そういうことだったんか。どこかなと思ってたんですよね。でも綺麗に直っと。よくわかりました。最後というか、あそこのカーブのとこだったんやな。また天気が良くなってきましたね。まあ山の天気は変わりやすいけん、パーッとちょっと晴れたり
曇ったりパラパラっと雨が降ったりするんだろうな、これ。それでも今日からしばらくね、天気が続くようなんで、それで、雲層トンネルまでやってきました。今日はもう雲層トンネル抜けて神山の方行って帰りたいと思います。久しぶりのツーリングですね。うん、いいですね。学人の森までやってきました。ちょっと休憩してコーヒーでもいただこうかなと思います。こんにちは。今日はすだちすかしを頼んでみましたと。美味しいな。ミントが入ってるんですけど、それが美味しくてですね、すごくいい感じのジュースだったですね。それでは今から帰ります。よろしくお願いします。これ下から上がってきたことはあるんですけど、こっちからこう降りたことないんですよね。だからちょっとやってみようかなと思ってね。この石でっか。こんなとこでもちょっとルートを適当に間違うたら危ないな。今のとこやでもコースというかな。さっきだいぶこう道がね、掘れて谷みたいになってるところがあってすごかったな。ちょうどそこね、取ってなかったんですけど。これが林道八千谷線ですね。これで終わりました。ここからねちょっと右行ってみようと思ってね、前へ行ったことあるんですけど、ちょっと奥へ行ってから帰ろうかなと思います。はい、ありがとう。工事中なんやな。なるほど。引き返します。これで、国道193号線に出てきました。今日は久しぶりだったですけど楽しかったですね。いいね、本当に。まあスーパーリンド全部走らんでもね、こういう風に走るんは気持ちいいですね。昼から出てきたのに今3時ちょっとなんですけど、これぐらいでね、あそこのぐらいだったら走れるんでね。まあ近いからな。今から神山からまあ羽村の方に帰らないきませんけど、それでも近いですよね。はい、ということでこれからもねちょっと計画しながらね走りたいと思います。京谷は山行ったけんね、あんまり暑くないね。これいいね、これぐらいだったら。ということでこれからもブレードランナーをよろしくお願いします。それでは皆さん良いバイクライフを。さよなら。